野崎チャンネル。ちょっ、さあ、10月26日ドラフト会議ね。今まだまだやってますけども、先ほどね、スカイエイト、J コムのコラボイベントとしてですね、浦安で2年続けてですね、田中大輝さん MC で、佐々木。で、今年はね、谷繁さん。このね、3人でイベントをね、やってまいりましたけども、スカイエイのね、放送、ドラフトをね、見ながら、その前にトークショーあり、そして見ながらのトークショーありっていうね、ところでお客さんね、今年は結構多かったですね、会場に、お客さん来ていただいて、抽選のね、かなり高い倍率をクリアした、お客様が一緒にね、半球を取って見に来てくれたっていうところでね、もうありがとうございます。その中で、ドラフトのイベント終わりましたけども、今年は重複がいっぱいあって、くじがいっぱいあってね、で、まあ、貢献してるチームもね、少なくて、エンタメとしてはね、かなり面白い、ドキドキワクワクするドラフトだったんじゃないのかなっていうね。まあ、会場でも言いましたけど、公言するメリットがあんまりないような感じがしてね。非常に、今回のドラフト、まあ、公言するチームもありましたけども、まあ、良かったんじゃないのかなっていうところでね。まあ、まずはね、阪神、ね、下村投手、青山学院大学、一本釣りというところで、阪神の岡田監督がね、重複しないかドキドキして見てたっていうね、コメントを見せてましたけど、これはね、俺はもうタイガースは右投手を行くっていう情報は、まあ、仕入れてたんだけども、俺は西立かなと思ってたんだけど、下村。これはね、多分戦略上で、岡田監督はね、セリーグの DH 制にも、反対だし、そういった面では、今年のタイガースのね、戦い方、そしてね、クライマックスシリーズもそうだけども、1イニングにね、3人もピッチャーを交代するっていうね、戦略。やっぱね、この戦略を立てた、諸葛孔明のような、こう戦略の駆け引きがやっぱ巧みにうまいっていうね、こう情報戦も制するというところで、重複あるぞと、他に行くと、こう下村ならいい、めちゃくちゃいいピッチャーだと、加藤塁と、こう一本釣りできるぞと、これはもうね、いいピッチャーもいるから、重複ね、一回目重複抽選外しちゃうと、二回目三回目も重複なりがちやと、そうなったところではやっぱいい、もういいピッチャーを最初にね、一本釣り、しかも下村も、多分ね、これ阪神1位で行ってて、自由に空いてたら、2回目重複してた可能性もあるからね。そうなってくると、やっぱり1巡目で行こうとね。一本釣りしようっていうね、多分戦略だったんじゃないのかなっていうところでは、阪神にこの下村が入って、うまく回れば、来年も、ただでさえ今年投手陣熱かったのに、来年も投手陣安泰、うまくね、成長すれば、即戦力として、期待のね、即戦力としての結果を出せればね、だから先発も外国人投手とかもいらなくなってくるんちゃうかっていうぐらい、ね、独自の戦略で、かなりね、うまい戦略で、おーって思ったもんね。で、続いてね、同じ1位のオリックス、横山選手、上田西から、ショート、大型ショート、ほーと、ショートですかと。まあこのね、阪神とオリックスっていうのは、今年、今日のね、イベントでも、谷繁さんも、佐々木も二人で言ったんだけども、もう好きな選手取ればいいとね。今一番いい好きな選手取ればいいと。そんなにね、今のチームでね、そこまでね、何かを変えなきゃいけないっていうところもないからっていうところではね、まあピッチャーもね、まあ山本はポスティングで抜けるとしてもね、山下俊平太もいるし、ね、宮城もいる、ね、東も出てきた、ね、田島いる、外にも今年は来るだろう、ムクノキ蓮もね、怪我からのね、復活でいけるかもしんないっていうね、ところでは、まあバタバタしませんよと、余裕ありますよと、でも若干ちょっと内野、そう少ないかな薄いかなと。ね。まあ最初はね、今年開幕野口で行って途中から紅林。で、紅林が怪我したらまた野口っていうところになるけども、ちょっと、ね。で、太田も怪我してたみたいなね。ちょっと内野厚くしたいなと。紅林もそうだけど、大型内野手好きだから。これ太田をね、ドラフト1位で行った時のような、この独自路線で横山1位っていうところはね、この選択も今のチーム状況から考えると、まあそんなバタバタしてないと。ね。で、何回も言うけど、ピッチャーは毎年いいピッチャー出てくると。そういった意味では、この内野陣っていうところでドラフト1位ね。非常に巧みなね。戦略と今のオリックスがね、そんなにチーム状況困ってないっていうところがね、如実に出た1位指名だったかなと思います。そして2位ね、広島常広投手公言してました。そこにね、楽天常広投手こう競合して抽選になってですね、今江新監督が出てきて左手でね、そっと左手で、取りました。そしたら魂のガッツポーズで新井監督が常広投手を引き当てて、いやー、この広島常広投手獲得はめちゃくちゃチームにとってでかいんじゃないのかっていうね。これでちょっと来年のカープのまた1位予想の目がかなり出てきたんじゃないのかっていうね。この1位の常広投手獲得はカープにとったら大きかったかなと。まあ、楽天はね、常広投手やっぱりね、先発の高年齢化っていうところがね、まあある中で、このやっぱりどうしてもね、即戦力投手が欲しいっていうね、この常広投手をね、行く気持ちもね、非常にわかるっていうところではね、まあ苦情もね、失敗だっていうね。でもカープは強い。ね。で、続いてね、DeNA 渡来選手。渡来選手もね、渡来、D、
DeNA、中日、そしてロッテがね、渡来指名っていうところで、まあ、ドラゴンズはね、まあ、ひょっとしたら渡来行くんじゃないのかっていうね、前情報では結構出てたんで、まあ、そこら辺はね、まあ、予定通りっていうところと、ドラゴンズはね、公言してて、で、ロッテもね、直前になってから、やっぱりそのね、会議になってピッチャーするか、野手するかっていうところで、渡来っていうところでね、行ったんだけども、抽選でね、DeNA が引いたっていうところで、まあ、今年ね、この DeNA との練習試合の時とかも、渡来サードね、DeNA が、エネオスにサードもちょっと守らせてくれへんかって言って、まあ、もともとね、内野手で、エネオスに入って、内野がいるから外野にコンバートしたっていうところで、内野もできると。で、サードも、セカンドもできて、外野もできるっていうところでは、来年 DeNA にとったらね、この宮崎をファーストに移して、サード渡来もあるし、ね、牧をファーストに移してセカンド渡来もあるし、レフトの佐野をファーストに持ってきて外野渡来っていうところもあるんで、これはねチームの状況から考えると、このうまくね、でまあ外が契約しなかったっていうところと、まあオースインがどうなるか分かんないっていうところはあるけども、チームのマイナス面のところを考えて、しかも足もね使えるっていうところでは、まあもともとね横浜高校エノスで DeNA、まあ、横浜育ちっていうところで言うとね、非常に戦略上はね、まあピッチャーもいるんでね、まあこれであとはバウアー石田がね移籍するのかどうか問題がね、来年のチーム状況にとったら大きなね命運を分けるんじゃないのかなっていうところはあるけども、まあ、今年ね投手が多くて、外野が少ないっていうところではね、非常にこの渡来選手のね獲得っていうのは DeNA にとったらね非常に、大きかったんじゃないでしょうか。で巨人西舘中央のね後輩っていうところもあって、で日本ハムと、日本ハムも西舘だったんだね。俺日本ハムも常広とか行くかなって思ってたけどね、西舘行って、まあ、苦渋になってね、こう、稲葉監督こうやって、ね、胸当てて、見ないで当ててたけど、篠崎が最高ですってね、まあ、言ったかどうかわかんないけど、まあ、引いたっていうね、ところがあるけども、ここね、ジャイアンツこれね、西舘大きいね、この1位で獲得できたっていうね、ちょっと来年の順位をね、押し上げる、ね、西舘の頑張り次第で押し上げる可能性、まあ、リリーフもいけそうだからね、リリーフで使うかもしれないっていうところあるけども、このね、くじね、まあ、2年連続去年の浅野も引いたけど、これをね引けたっていうのは巨人ちょっとね苦渋悪かったからね、そういった意味ではかなり大きなね、この西舘1位じゃなかったのかなと。でヤクルトがね、竹内行って、まあ竹内はね、ソフトバンク、西武3球団競合してね、まあ西武になったんだけども、でここ竹内降りなくて次誰行くのかなーっていうねところで見てたけども、西舘ね選手のっていうね、ところで言ったらやっぱりヤクルトはねやっぱり投手陣なんとかしないから、まあ、なんとかね、即戦力投手の中で、多分ここまで名前を挙がってない選手の中では、選手の西舘選手ね、ピックアップして。これもう、去年のね、ドラ1の菊池と西舘、どっちが専修大学で活躍するかどうか問題になってくるね。そういった意味では、でもヤクルトはね、どうにかしなきゃいけない。まあ、これはもうだから即戦力投手を行くのはね、これはもうね、戦略上ね、一番大事な、戦略だったんじゃないのかなと思います。で続いて、中日ね、渡来選手。これね、まあ、渡来選手は結構立浪さんの情報によると意向が強かったらしくて、渡来取りに行きたいっていうね。ということで、まあ、渡来選手も先ほど言ったようにね、サード、セカンド、外野っていうところができるから、そういった面でもね、まあ、野手、まあ、打てないっていうところでね、一本打っていかなきゃいけないっていうね、上田久斗選手行くかなってね、思ったけどね、地元だったからね。まあ、そこは多分、立浪さんの意向も入って、渡来行ってね、まあ、外して次、草加っていうところでね、ピッチャーをね、取りに行ったっていうところでは、だからひょっとしたら、球団のフロントからすると、1位ピッチャーっていうね、ところの判断がひょっとしたらあったかもわかんないけども、ね、まあこのね、渡来草加っていうところで、まあここでも上田は行ってないからね、そんな上田のね、普通渡来行って、どうしても野手が欲しいってなったら、続いて上田もね、まあファーストサード、外野っていうところでできるし、地元。で、リーグでは2桁本塁打っていうところも打ってるから、長打力もあるっていうことを考えるとね、まあ、取りに行ってもおかしくなかったんじゃないのかなって考えると、そこまで野手もいらないのかなっていうね、ちょっとよくわかんない。分かんなかったけどね、続いて草加に行ったっていうねところで言うとね、まあでもそこをね、抽選でしっかり引けたっていうところはこのね、まあ、ピッチャー、まあね、そのいろんな声で言うと、まあ2軍もね、火の車でもピッチャーもいないし、まあ次に出てくる選手たちがいないっていうところではね、まあ今年も大野が怪我して若干苦しかったところもあるかもわかんないんでね、そこら辺の層を集めにするっていうところでは、まあこのね、投手指名ってなったんだろうけども、その後がね、もう今出てるんだけど、内野津田行ってんだよね、三菱重工イースト。まだ、内野まだいるかな、去年もあんだけ取ったのに、これもガチャ発生かな、ドラゴンズ。これどうなんやろうな、この後の順位も気になるところだけどね。内野いるかな、ちょっとわかんない。まあ、ここら辺はね、まだ12球団別にドラフトね、査定するんで、そちら辺もご覧ください。でね、次、オリックス横山行って、で、ロッテね、渡来行って、草加外して、細野外して、上田っていうね。だから、ここ戦略だね。細野を二巡目に行ってたら取れてたね。ここも戦略上のね、くじってなってね、こうドラゴンズに負けたっていうところもあるけど、外して外して。でも、これ上田くんね、外して外してがね、
だから宮城もそうだしね、山田哲人もそうだしね、近本もそうだからね。そういった意味で考えるとね、別にね、外れたから悪いっていうわけでもないしね。一巡目で引けて当てたからいいっていうわけでもないんでね。これはもう3年後、5年後わかるから。その里崎ドラフト、D で、逃げのドラフト、評価されてました。ね、10年後 S。ね。どうなるかかんねえから。答えは、ドラフトの答えなんで5年から10年後だからね。そういった意味では、まあどうなるかっていうところで、まあ、でも上田くんね、ファースト、サード、外野。だからもう、だからもうドラフトの失敗だね。ロッテはもう過去の。誰かもう責任取んなきゃいけない問題あるけどね。誰の失敗なんだっていうね。ドラフトの戦略の失敗なのか、育てられなかった人たちの失敗なのか、どうなのかよくわかんないけども、当たりまで引くぞっていうね。だからもう安田にも期待してないのかな、サード。まあ、ファーストはいないからね。ファースト上田っていうところもひょっとしたらあるかもしれないけど、山口も期待されてないのかな。で、まあ、外野説もあるからね。外野を守れるからね。で、外野守っていくともう、藤原とか、期待してないのかな。頑張れ選手たち。期待されてないぞ。こう取られるってことは。野手とかポジション少ないからね。ピッチャーとかはね、12、3人いるから、どっかにはまるかなっていうところあるけど、野手とかポジション1つとか2つだよ。ずっと取られたんだよ、野手。ね。お前らに満足してないって言われてんだよ。この上田君にはね、もちろん頑張ってもらいたいけども、既存の選手たち、諦めかけられてんぞ。頑張んないと。っていうところは言っときたいね。まあでも、ロッテもね、一番最初吉井さん出てこなかったけど、途中から吉井さんくじ引き出てきたけど、もう最後だからね、引かないからね、自分で。だから、惜しかったとかもないよね。待ってるやつ引くだけだからね。この、あった状況でね、いや、こっち引いてれば当たりだったのにって言うとね、ちょっと後悔も多いけど、もう待ってる状況だからね、どうしようもないっていうところもあるけども、打てないからね、野手に全く1ミリも納得してないんだろうね。まあ、投手も、種市とかね、西野が怪我から復活してきて、まあ、あとは、怪我に弱いからね、そこら辺がうまく回ればね、先発も回っていくんちゃうかってね、いうところはあるけどもね。お、でも30メロって、木村くん指名、霞ヶ浦、佐々木チャンネルでは1位予想だったけど、いいね。これはいいね。まあ、ここら辺もね、全体的なやつは各チーム総括してるんで、木村くんロッテ、ようこそロッテ、ロッテに来ると思ってましたよ。佐々木は1予想でしたけどもね、頑張ってくださいよ。これいいね。いいね。いいんです。はい。っていうところ。で、ソフトバンク、竹内選手を外してからの前田選手。で、前田もね、ここ楽天日本ハムと競合して、ここでね、楽天今井監督ね、新監督、先ほどね、左で常広外したから、今度右手で行っちゃってね、で、右手でも外すっていうね、佐々木ちゃんと見てましたよっていうね。でもソフトバンク、このチームを立て直す上では、即戦力投手がいるかなと思って、細野とか、だから細野が意外と評価が高くなかったのかなっていうね。だから前田よりも評価が低いってことだからね。やっぱり球は速いけどコントロールっていうところが不安されてんのかな。まあでもここから勝負だからね、細野君もね。もうガンと思い切ってね、行ってもらいたいっていうところはあるけども。前田君ね、ソフトバンク行くとは思わなかったけどね。でもソフトバンク入団っていうところでね。まあここから3年ぐらいかけてね。まあソフトバンクもね、ちょっと先発投手陣がちょっと薄いからね、ここら辺は下からの付き合いがないのよ、ホークス。今年のアンダー24、侍ジャパン、誰も選べなかったっていうね。いないのよ、選ぶ選手が。ね。そういったところでは、まあ、このね、今のホークスを物語ってると思うのよ。若手の突き上げがない。下からの年齢の入れ替わりないっていうところで、ここがね、今のホークスの低迷のところだと思うから、上ばっかりでね、遺跡で取ってきてって、だから昔の巨人によく似てんね。そういった意味では、やっぱこのね、前田くん高校生のこの、こっからのね、下からの突き上げっていうところではね、チームにとったらね、かなり明るい好材料で、いい空気をね、もたらす可能性あるんでね、まあね、期待感あると思うんでね、もう頑張ってもらいたいっていうね。で、楽天は常広、前田くん外して、こちらね。まあだから、この、まあここはもう、即戦力が欲しいから、俺はまあこちらでよかったんちゃうかと。で、今井監督も2年契約4000万。ね。そのね、金額はどうなんやっていう問題あるけどね、安くないんか監督でっていうところあるけどもね、選手の平均年俸より安くなってんぞっていうのはあるけども、まあね、やっぱりこの2年で結果出さなきゃいけないっていうところでは、まあ常に広く言ったのはね、やっぱ先発の高年齢化で即戦力がいるっていうところで言ってると思うから。で、まあ前田君、でもこの小田君でね、チームとしては、まあ来年この小田君がどうなるかわかんないけども、このね、先発を立て直していかなきゃいけないっていう速攻性で考えると、まあ大学卒でっていうとね、結果的にはいい感じでよかったんじゃないのかなっていうね、ところはあります。で、西武は竹内君を引いて、どうしたんや、西武と。ドラフトいつも素晴らしいじゃないかと。入り口はいい選手出てくる。でも出口もいい選手出ていくっていうところがね、若干ネガティブゾーンだけども。これまたいいドラフトしてんなぁ、西武は。で、2位に上田大河行ってるやん。大阪商業大学。下手したら来年守護神ある。これはもうめちゃくちゃいいドラフト。あ、30目も。横山くん高校。めっちゃいい。西武がいい。どうなるんや、もうその後の回もね、まだ12球団別でいくから。西武がここまで最高。西武がやばい、ドラフトが。来年来るのか、西武で。いやー
すごいな、松井和夫さん。聞いてたもんな、西武すごい。西武のドラフトが熱い。日本ハム。西舘外して、前田外して、細野。ね。まあでもね、この、しっかりで、ね、請求さえできれば、めちゃくちゃいいから。そこだけだから。細野くんの映像、やっぱいいやつばっかり、合わせた映像、紹介映像で見ると、めっちゃいいのよ。フォームのバランスもいいし。だからそれを再現性を、どこまで保てるかが大事だね。こう再現性さえ保てれば、めちゃくちゃ大爆発する可能性あるから。そういった意味ではね、日本もね、噂がポスティング、そしてまあ、加藤隆っていうところがね、FA どうなるかっていうところもあるんで、やっぱ先発をね、どうにかして補わなきゃいけないっていうところで言うと、この細野くんっていうのはね、非常に良かったなっていうね。でも2位でね、進藤くん、上部大キャッチャー。まあこれね、上部大、進藤くんね、めちゃくちゃいい評価だから、高い評価っていうところもあるけども、ね、まあ、伏見も FA にとってね、マルティエスとかいろいろいるけども、まあ満足感ないんだね。まあ宇佐美も出して、まあだから軍事はもう、どっかだね、コンバットだねっていうところはあります。さあ、ということで、ドラフト1位だけの全指名評価っていうところでね、やってきましたけども、いや、西武が熱いね、西武。で、広島の常広、広島強くなるな。あと、渡辺も、でも、まあ、で、トートがね、7人っていうね、トートが旋風をもたらしたっていうところと、里崎チャンネルで上げてた1位は、常広くん、渡辺くん、西舘くん、草加くん、で、上田くん、前田くん、小蛇くん、竹内くん、細野くんとね。だから、まあ、チームはね、バラバラだったとしても、選手の西舘くんと下村くんも1位だったよね。だからほぼほぼ横山くんと西舘くんだけ1位外しただけで、チームベストとしてはね、12分の11位選手当ててるから、結構良かったんじゃない？佐藤崎のドラフト1位チェックっていうところもね。まあ、あとはね、チームの補強ポイントとかも含めてね、いろいろ変わっていくっていうところはありますけども、12分の11位当ててるからね、結構、収録早かったけどね、いろんな意見ありましたけども、いろんな目線では皆さんね、楽しんでもらえたんじゃないのかですか。まあ、まだね、この後ね、箱間さんと一緒に収録して、12球団別の全チームのね、最後の育成選手までの、ドラフト評価っていうところをやっていきたいと思いますので、ぜひね、そちらをお楽しみにっていうところで、まずはね、1位予想だけっていうね、ところで、ドラフト佐々木チェック、してみました。皆さんのね、推し球団のドラフト1位はどうでしたか？